それでは GR ヤリス見ていきたいと思います。外装から見ていきます。まずフロントバンパーですね。右前とても綺麗な状態になってまして、 GR のフロントリップスポイラーも装着されております。綺麗ですね。うん、下の方もこの辺特に吸ってる感じがそうですね。で、上から見ても綺麗な状態で、グリル周り、エンブレム周辺と綺麗な状態になっております。そして左前の方も特に気になるような傷は見当たらなそうですかね。で、ヘッドライト左右ともクリアで綺麗な状態です。続いてボンネット。凹んでるところはなさそうですね。で、ツヤもあってですね、綺麗なボンネットになっております。こんな感じですね。で、続いて左側面見ていきます。まずはフロントフェンダー。こちらも綺麗ですね。そして、フロントのホイール。ガリ傷の方は特になく、色合わせもなく綺麗な状態です。で、タイヤの溝もですね、まだたっぷりと残っている感じですね。ドアミラーも綺麗な状態。そして、助手席側のドア。こちらも綺麗ですね。サイドステップ周りも綺麗な状態になってますね。そして、左リアのフェンダー。リアフェンダーも綺麗ですね。そしてルーフサイドの方も特に気になるような傷は見当たらない感じです。で、左側面の凹みですけれども、特に見当たらなそうですね。で、左リアのホイール。こちらの方も綺麗な状態になっておりまして、タイヤの溝もたっぷりとね、残ってますね。続いて、リアバンパーです。H ケースのね、マフラーが装着されてまして、バンパー周りもね、綺麗ですね。特に気になる傷は見当たらないですね。そして、トランク、このあたりも綺麗な状態になってますね。で、トムスのリアウィングが装着されております。こちらもね、特に気になるような傷はなく、綺麗な状態ですね。続いて右側面見ていきます。右リアフェンダー、そして、ルーフサイドと綺麗な状態になっておりまして、右リアのホイール、こちらも綺麗ですね。ガリ傷は特にならない感じ。そして運転席のドア、こちらも綺麗な状態になっております。で、サイドステップの方も綺麗ですね。で、ドアミラーも綺麗な状態で、右フロントのフェンダーも、まあ、特に気になるような傷は見当たらずという感じです。で、右フロントのホイール、こちらもガリ傷は特に見当たらなそうですね。綺麗な状態です。で、右側面の凹みですけれども、特に見当たらなそうですね。そしてルーフです。ルーフの方もですね、まあ、変な色合わせもないですし、綺麗なね、状態になってますね。こんな感じです。続いて内装を見ていきます。まず運転席のドアトリム周りからですね。綺麗ですね。うん。スカフプレート周りも綺麗な感じで、フロアマットも綺麗ですね。で、シートの方ですけども、まあ、この辺のすれなんかも全然なくて、座面も綺麗な状態。助手席側も同じく、状態はいいですね。で、ステアリングのすれなんかも、見当たらない感じですね。で、ダッシュボード上にレーダー探知機が装着されてというような感じでして、まあ、ダッシュボードも綺麗ですね。
で、純正のナビに、エアコンダイヤル周り、このあたりシフトブーツ周り含めて、綺麗な状態になってますね。こんな感じですね。はい。で、ちょっとエンジンかけてみたいと思います。いい音してますね。吹き上がりもいい感じです。で、レーダー探知機。あと、ドラレコ付きのデジタルインナーミラーですね。で、バックカメラ、ガイド線付きで装着されていると。こんな感じになってますね。はい。あ、ちなみに、ステアリングヒーターもね、付いてますね。よいしょ。続いて、トランクです。綺麗ですね。このマットはオプションかな。こんな感じで車載工具の方も揃ってますね。続いて助手席側。助手席のドアトリムも綺麗な状態になっておりまして、スカーフプレートの方もフロアマットも綺麗ですね。ほんと全然ね、気になるような汚れなんていうのはね、見当たらないですね。よいしょ。で、リアのシートの方も、こんな感じで、綺麗な状態になってますね。はい。では続いて、エンジンルーム見ていきたいと思います。はい、ではエンジンルーム見ていきたいと思います。まずベルト周りですね。特に変な音はしていなくて、エンジンの方もこんな感じで特に変な音はしていないです。で、エンジンルーム内もですね、まあやっぱり距離が少ないこともあって、かなり綺麗な状態ですね。まだ全然ね、使用感ないなといった感じのエンジンルームです。はい。では続いて試乗してみたいと思います。はい。それでは GR ヤリスですね。試乗してみたいと思います。RZ の、ハイパフォーマンスのモデルになりますね。で、走行距離はですね、11,400km ということで、まだね、全然走ってないですね。ほんと、まあ、慣らし終わったぐらいじゃないのかな、ぐらいな感じです。まあ、なので、クラッチなんかもですね、全然軽いですし、繋がりもスムーズですし、まだこう室内もですね、新車のこう匂いがね残ってるぐらい、そんな感じです。で、 GR のフロントリップスポイラー、サイドスカート装着してまして、あとトムスのリアバンパーダクト、リアウィングなんかも装着してますね。で、マフラーが H ケースという感じの仕様になってまして、まあ見た目ね、とてもスタイリッシュにね、まとまってるなっていう感じですよね。で、この H ケースのマフラーもですね、全然音はうるさくなくてですね、まあ、暖気されるまではね、多少ちょっとカイトリングも、高いので、少しね、マフラーも、大きいかなっていうのもあるんですけども、温まってしまえばですね、とても静かな感じのマフラーです。で、今ですね、エアコンもつけてまして、涼しい風も出てきますね。この辺も全然問題ない感じ。で、デジタルインナーミラー兼、ドライブレコーダー、これも装着されてますし、レーダー探知機もついてますし、もちろんバックカメラ、ETC なんかもね、ついてますね。あと、ステアリングヒーターもね、ついてるところがなかなかいいポイントですよね。で、クルーズコントロールももちろん、装着されている感じです。まあ、トヨタセーフティーパッケージってやつですかね。まあ、装備品的には、申し分ない感じじゃないかなと思います。シートヒーターもありますしね。で、ボディカラーはですね、まあ、結構ね、GR ヤリスとしては珍しくて、ソリッドの白なんですよ。スーパーホワイト2っていう。結構ね、パールホワイトが多い中では、なかなか珍しいかなっていうので。まあ、後
走らせてもですね、特になんか変な音もしないですし、なんかガタが出てるというのもないですし、とてもね、スムーズに加速してくれて、乗り心地なんかもね、いいですね。そこまでこう、ゴツゴツ感もない感じです。で、フロントガラスには、森蔵サインが入ってる感じですね。このアクセル踏んだ時のトルク感がすごくいいですね。押し出してくれる感じの力が、とてもこのね、排気量こんな少ないとは思えない。しかも3気筒ですからね。とてもパワーがあります。まあ街中乗るだけですとこのパワーはなかなか発揮することはできないんですけども、まあ日常使いとしてもね、十分使い勝手はいいんじゃないかなと思いますね。まあなかなかのリア式とね、乗降するっていうところは少し不便かなっていうのはありますけどね。ちょっと道が混んでてあんまりスムーズに走れないんですけれども、まあ特になんかこう走らせていて違和感を感じるようなところというのは全くないですね。まあ年式も新しいですし、距離もねほんと少ないので、まあ何の心配もその点はしなくてもいいんじゃないのかなとは思いますね。とてもこうスムーズに加速してって、シフトの方もスムーズにチェンジしてくれる感じですね。はい、以上 GR ヤリスの試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施とエンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。